アルバルク東京公認応援番組アルバルクフープ、アリーナ MC の南隼人です。皆様2024年もよろしくお願いいたします。さあ今回はですね、チームスタッフ、コーチ、選手たちにたくさんアンケートをもらってきました。でその中で府中トレーニングセンターに今日来ていますので、まあ誰かちょっとね喋りができるゲストがいないかなと思っているんですけども、いた。ではこの方をゲストに番組始めていきましょう。アルバルクフープ、ウィー、よろしく。アルバルク東京ホームゲーム、躍動する選手の熱いプレーを見逃すな、共に勝利をつかもう。アルバルク V。 さあ今回のゲストはアルバルク東京トップチームゼネラルマネージャー伊藤太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズンもアルバルク東京トップチームゼネラルマネージャーが登場。あんなことこんなこと聞いてみましょう。でも今シーズンが一番トップチームゼネラルマネージャーとしての色がこう出てる感じがあるんですけど、いかがですか。まあそうですね、というか、まあ、もちろん選手編成の部分ですごく自分が携わった選手、コーチ、スタッフが多いので、そういった意味では一番自分の中でも、まあ、編成という意味では求めているというか目指している編成はできているのかなというふうに思ってます。特にあのファン感謝デーかな、シーズン前の、はい、結構こうエナジー、パッション、あと負けず嫌いとかいう話をしてくれたじゃないですか、はい、その選手たちがディフェンスとか含めてものすごいいいスタートになりましたよね。そうですね、本当にあの求めていた選手たち、資質、まあ、選手としての資質、まあ、野心があるだとか、うん、パッションがあってっていう、まあ、そういったものを持っている選手たちが、はい、やっぱもっと上手くなりたい、絶対優勝したい、チームで成功したいっていう気持ちが、まあ、多分今シーズンはスタートからディフェンスに、特にディフェンスに出てたかなと思いますね。で新外国人選手の、レオナルド選手、あとグダイティス選手、この2人もいい選手取ってきましたね。そう、はい、ありがとうございます。あのレオに関しては、はい、本当にレオ様と、まあ、甘いマスク、はい、まあ、ほぼマスク重視で取ったんですけど、嘘、いやいや、顔採用、顔採用あった、うん、でも本当にあの中も外も、はい、まあ、特に外が得意な選手なので何でもできる選手というところと、グダに関しては本当にもうリムプロテクター、しっかりディフェンダーとしてリングを守ってくれる、インサイドでリバウンドを取ってくれるというそういう存在を求めていたので、まあ、そういった2人がいいフィットした2人が来てくれたなと思ってますね。でその司令塔として、まあ、テーブス海選手がやってきてというところですけども、まあ、伊藤太一さんもポイントガードのポジションでしたけども、どう見てますか、テーブス海選手は。わ、ここまで本当に彼の持ち味であるスピードだとか広いビジョンで、まあ、本当にパスも上手い選手なので、まあ、チームのペースを上げてくれてますし、まあ、大事なところでの得点というのも彼は絡んでくれているので、ここまではすごくいい、まあ、ポイントガードとしてはしっかりコントロールしてくれているかなと思いますね。なるほど、まあ、そんな話の中、今回はですね台本が厚め、なぜならば選手たちにですね伊藤大志 GM のことをどう思ってるかちょっと聞いてきましたんで、伊藤 GM って〇〇だよねという質問を選手たちに投げかけてきました、はいはいはい、これですね、一気に紹介しますんで、はい、照れずに、はい、真顔で聞いててくださいね、はい、いいですか、カメラ目線でお願いしますね。照れずにってこと、一気にいきますよ、はい、まずはテーブス海選手、伊藤 GM って日本一イケてる GM だよね、安藤修斗選手、伊藤 GM って痩せる詐欺だよね、ザック選手、伊藤 GM って独身村と村長だよね岡田ゆりよ選手、伊藤 GM って好きあらばウェイトルームで鍛えているよね、鈴木マネージャーから、伊藤 GM ってやさ男だよね、五十嵐トレーナーからは、伊藤 GM ってモテるために筋トレやってるよね、などなどございまして、引っかかったところあります。え、すごく説明したいところがいっぱいある。え、いっぱいある、いっぱいある、どれからいきますか。2人ぐらいはなんかすごく嬉しかったです、はい、それ以外はちょっとすごい誤解を解きたい。まず痩せる詐欺っていうのは、はい、痩せようとは今してる。いや、痩せては来てますよ。の健康にも気使ってマインドもフレッシュ、あとはもうね、男を磨きたいっていう。だけどザック選手からは独身村長だよねって。
村長ついてきます。僕超あの村民の一人です。あれ、はい、いや村長についてきます。村民の一人です僕。年上。ではまだまだアンケート続きがありますんで、いろいろ伊藤大志さんに聞いていきましょう。シーズン真っ只中、アルバルク東京をさらに20倍楽しむ方法ということで、さらにですね、選手たちからアンケートをいただいて、もうこれを知っているとアルバルク東京を20倍楽しめるというような内容になっております。まずはかっこいいと思った選手のエピソード。まずはテーブス海選手、広島戦のお坂部のダンク、多分これプットバックだと思うんですね。プットバック、いやあれは僕も鳥肌立ちました、ね、はい、飛び込んできましたもんね。あれはすごかった。でその前にサイズ選手とプットバックのダンクもあったじゃん。ありましたね。あの後だったんで、はい、サイズはなんかイメージが多分ファンの皆さんもできたと思うんですけど、お坂部大輝そこに飛んできたみたいなね、いやありましたもんね。高さもありましたし ね、うん、いやあれは確かにすごかった。これは98年組から来ましたね、はいはい、続いてかっこいいと思った選手のエピソード。安藤修斗選手から、ライアン・ロシター選手がみんなに高い焼肉をおごってくれたあるらしいです。福澤選手から、試合中のみんな、もうみんながかっこいいと、ね、1年目から多分見ていてアルバルクもね、こういった空気がいいと思ってるんでしょうね。で特にジャスティスがドライブでフィジった時、この意味が僕あんまり分からなくて、まずこのジャスティス、これ誰がジャスティスって呼ばれてるんですか。これ僕もあんまはっきりとは分かってないんですけど、はい、カイです。テーブス海選手がどうやらジャスティスと呼ばれてると、はい、はい、まあね、どの界隈なのか分かんないですけど、はいはい、ニックネームがなんかジャスティスと呼んでるね、はいはいはい、多分それ海のドライブのこと言ってるじゃないですか、はい、このドライブでフィジった時、フィジったってバスケット用語ですか。これで、ね、バスケット用語なんですよ。バスケット用語、はい、フィジカル、フィジカルでこう押し切ったとか、うん、あ、そういうことですね。フィジったってそのなるほどね。もっとフィジレフィジレとか言いますから。あ、なるほどなるほど、はいはい、体でいけいけみたいなところ。体で押せとか。そうそう、なるほど。じゃあこれを、はい、あのアリーナで今のフィジってるねって言うと結構ツーな感じに聞こえますよね。そうですね。ジャスティスフィジったじゃん。じゃあそもそもね、そうですよね。はい、あれは結局20倍楽しむ方法ですから、はいはい。でここからはある選手のかっこいいエピソードばかりです。ザック選手、レオ何をしてもかっこいい。イカラストレーナー、レオのナチュラルのウィンク、武田マネージャー、レオナルド、映画でしか見たことないの顔面、鈴木マネージャー、レオがかっこいい、自分ではそう思ってないのだろうなという自然なところや、みんなと同じジャージを着ているのに一枚コートを羽織るだけで一瞬にしてモデル、そしてコートではあの迫力、ずるいということで、やっぱり顔採用取っただけありますね。そうなんですよ。でウィンクが何でしたっけ。ウィンク、ナチュラルのウィンク。あ、やっぱ契約でその話したからなもういっぱいね来てますんで、もうこれはぜひ皆さん生でレオナルド・メインデル選手はもう見に来てください。本当にかっこいい。あとここぞっていうところでシュート決めて向こうがタイムアウト取ると絶対煽りますよね、はいはい、あれでねこっちもねこう心わしづかみされるんですよね。ラテン系のねファッションブワー出しますから、そこはもう一緒になって皆さんもうわーって盛り上がってもらえれば。あの時だけ僕ちょっと溜めてますもんね、メインだーみたいな感じでぜひそこもそこも楽しんでいただけると思います、はい、さらに続いて表には出ていない事件裏ニュースということで、もしかしたらこれは GM が知らないことも出てくるかもしれませんが、はい、まずはテーブス海選手と五十嵐トレーナー、ウービスが遠征先のロッカールームにスーツケースを忘れて誰も持ってきてくれなかったあった、ありました、ありました、あって、それそのグループライン、ライングループがあるんですけど、で鈴木マネージャーが、武田マネージャーが写真撮って、はい、これ誰の、はい、でも、まあ、ウービスはちょっとその、ね、外国の携帯なんでライングループ入ってなくて、みんな違う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 、はい、あれで出たらウービスが駅で、はい、俺のスーツケースない駅まで行っちゃったの続いて福澤光平選手から、オサが遠征でケアの後に部屋に来て全然帰らないカマチョですっていうこれはねでもね、福澤選手、オサカベ選手、安藤修斗選手、この3人はねあのインスタのストーリーでいつもやり合ってますよね、はい、誰か来たみたいなね鈴木マネージャー、天皇杯の遠征の時にグダが貴重品をなくしてしまったこと、しかもどこまで手元にあったか、どこでどうしたか全然思い出せず、Jさんが大変だった、元気以来の大物が現れたとマネージャーサイドがざわついたでは続いて参りましょう。アンケートで
今シーズン一番ほっこりした瞬間、テーブス海選手は宇都宮にホーム開幕戦で勝った時、一番ほっこりって言われたらほっとしたんでしょうね。続いて岡本飛龍選手から、ティップオフ直前に観客席から行け純一ってすごく叫ぶ声が聞こえてきて、見たら純さんの息子さんだった。これ古谷コーチですね。古谷コーチの息子さんが行け純一、自分のお父さんを名前、下の名前で。鈴木マネージャーから、富山戦で飛龍が初得点した時のベンチの感じ、結局みんな H が大好き。いやそれはそう、間違いないね、うん、間違いない。僕もあの上から見てたんですけど、離れてガッツポーズしましたもんね。周りの人、富山ブースターの方いましたけど、ああダメだダメだと思って。いいシーンでしたよね。はい、はい、確かに。あれはアルバイト東京のねインスタグラムに載ってるんで、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、アルバイト東京20倍楽しむ方法、皆様にアンケートを答えていただいて皆様にお伝えしましたが、ここで伊藤大志ゼネラルマネージャーからお知らせがございます。そうですね、はい、皆さん楽しむためにも、はい、おすすめのグッズがあります、はい、それがこちら、ルークマスコットキーチェーンボール付きになります。これがね、可愛いですね。可愛いんですよ、はい、で、ね、ルークの今までキーホルダーとかぬいぐるみとかいろいろあったと思うんですけど、これはなんとねボールが付いてるんですよ、はい、この可愛いでしょ、可愛くね、ボールを持ってるルーク、はい、でこのボールにはこのアルバルクって書いてあるので、はい、結構ねこれね肌触りもいいし、重さがね意外と軽かったらこうなんかプランプランするじゃないですか、はい、結構ずっしりと重さもあるんで、はい、この安定感があるで、手のひらに置いた時に、はい、こちょっとこの、あ、なるほどね、撫でる感じがね、そうですね、はいはい、このペットかのように扱えるし、はいはい、あとはいやでも GM そんなにいっぱいついてたら、はい、お高いんでしょ。お値段なんと1800円。GM 安い。ちょっとさ、ちょっとやりすぎましたね。これあのね、あのね、無茶ぶりなんですよ。これさっき急にこれを5個急に10秒前に5個いいこと言ってくださいって言われて、で考えさせてください、暇もなく、はいスタート、カメラ回しますって。それちょっとだけど、はい、今本当にルークグッズは本当に人気があるんで、いやでも本当に可愛いですよ、はい、それではここで今年は辰年ということで、このお二人から新年のメッセージをいただいてます。新年明けましておめでとうございます。今年は辰年ということで、名前に龍がついている二人で、送らさせてもらいます。アルバルクファンの皆さんにいい1年を送ってもらうために、選手全員で頑張っていきたいなというふうに思ってます。2024年はアルバルクイヤーになること間違いなし、みんなで頑張りましょう。頑張りましょう。新年から熱い男2人からのメッセージ。確かにもう今年1年、はい、絶対熱くなるでしょう。確かに画面上が濃い濃い濃い感じ、メラメラ感じる。ありましたね、はい、はい、皆さん2024年もジャスティスとそしてレオ様含めて全員の選手たちの応援をよろしくお願いします。熱い応援お願いしますね。では行きましょう、アルバルクフープウィー。視聴者プレゼントのお知らせです。今回は新作マスコットキーチェーンを3名様にプレゼント。番組ホームページの応募フォームからご応募ください。皆さんの番組の感想もお待ちしています。ジャスティス。